開けてみますか。開けてみましょう。カッターあった。カッターあったって、それギャグですか。ギャグじゃないです。うわ、すごい入ってる。何ですか、何が来たの。うわ、来た。これなんじゃ。ドラムセットみたいになるやつなんで。そうです、そうです。カクテルカホン。これカクテルカホンです。カクテルカホン、はい、カクテルカホンです。まずこれ普通カホンみたいなのがペダルがついて、スネアとフロアタムみたいな感じかな。シンバルね。こっち側でいいのか。これが面白いですね。2つ音が出ますね。まあ極端に言ったら3つかな。あ、2つだな。ですね、あのコンガみたいな感じですね。アラッチュベイビー、アラッチュベイビーみたいな感じですね。こんな感じですか。これがマイネルの最初からついてる専用ペダルに専用ビーターがついてますね。これがちょっと2つ音がスネアなのかフロータムなのか、一
チューニングが変わるとまた面白いでしょうね。普通のドラムみたいにこれハイハットシンバルがあるともうちょっとカクテルっぽい感じになりますね。どうですか。はい、ちょっとカメラを独立させて足に貸して、はい、もうちょっと解説してみましょうね。ここ見えますかね。ここにアウトプットがついてるんですね。ボリューム、これまだ繋いでないんでどんな音がするのかわからないんですけど、これが各、ちょっと暗くて見えますかね、1個ずつにこうついてる感じですね。一番左の方、これでこのキック下方に繋ぐと、でそれ自体をこのアタッチメントに多分つなげるんだと思うんですよね。このアタッチメントにつないでアウトプットで、で音を全部ここに一回集約して出すっていう、そういうアタッチメントがついてますね。これをスピーカーとかにつなぐとどういう音がするのか、それもまたいつかやってみたいなと思いますね。マイネルのカクテルカホンでした。はい、じゃあちょっと追加情報としてこれね、ちょっとここ大きさは同じものですね。だけどどっちがどっちにつけるかっていうのはまあ好みの問題もあるかもしれんけど、一応ですねその違いっていうのが見えますかね。この幅ね、ここ見えにくいかな、この幅、うん、いいですよ、はい、と暗いと見えにくいかな。この幅がこっちは狭い、こっちは広い。一応マイネルのあの図みたいなのを見るとこっちが広いを使ってましたね。音もですね、少し違いがありますね。これほどじゃないですけどね。ということです。